蝶作林から1928年6月4日は、中華民国初期の政治家で、北洋軍閥の流れを組む法天派の総帥。東三世の統治者であり蝶学良、蝶学名、蝶学部思うの父。字は、アメテ1875年、両党半島の付け根に位置する海場県で生まれる。成果は、あまり豊かではない上に、1889年に、 ジップ、蝶誘罪と死別。獣医のまま父から乗馬を習ったものの、気が合わず、家を飛び出したとも言われている。その後、吉林省に渡り、馬族に身を投じた。1895年、栄光志向官鎮一体で生活。当時の東山省は、警察力が弱く、非合法組織が数多く存在した。長はその中で、たちまち東黙となり、朝鮮人,人や、 アヘンの密売で利益を得ていたと考えられる。彼の仲間には後に満州国の国務総理を務めた長慶慶などがいた。1904年に日露戦争が勃発し、東三省は戦場となった。長はロシア側のスパイとして活動し、日本軍に捕獲されたが、長に見どころを認めた陸軍参謀次長小玉玄太郎の計らいで処刑を免れた。 この時、小玉の指示を受けて、朝の除名を伝令したのが、後に首相として朝と大きく関わることとなる、田中義一である。その後は、日本側のスパイとして、ロシアの駐屯地に浸透し、多くの情報を伝えた。日露戦争後の1905年、東三世の統治体制を引き締めるために八騎兵の出身である長寿達美が、同地に派遣された。彼は、 行政手腕をもって知られ、財政収入の確保に奔走するとともに、地域の治安工場にも努め、馬族に対しては基準すれば、軍隊に任用する旨を闘目たちに伝えた。長は、こうした状況の変化に、いち早く対応し、成長に基準して2000程度の規模を持つ軍の部隊長となった。この基準は、形式的なものであり、馬族として、広く知られていた。 のののの下ににはは、さらに多くの馬族が集まり、然たた。る勢力を形成していったこの時期の東三省は中国各地からの漢族の大量移住と日本、ロシアによる介入のため急速に開発が進んでいた。新朝中央にあって北洋軍を率いる直霊総督兼北洋大臣の遠征外はこれに目をつけ自らの勢力下に置くことを企てた。 縁は事実上の新朝の支配者である政大公に働きかけ、1907年には福信の女性省を東三省総督にすることに成功、さらに配下である北洋軍の一部を東三省に送り込んだ。蝶は内モンゴルとの境界に近い低野トンにあって、地域の安全確保に大きく貢献し、治安の確保に苦心していた女性省に認められた。これは、 長と北洋軍との関係を持ち、さらに東三省中流の北洋軍を吸収する手がかりとなった。1910年代の長作林1911年10月に武将危機が勃発。東三省でも革命勢力が放棄したが、再び東三省を統治する任に当たっていた長自辰みは軍事力を行使して鎮圧に成功した。長も兵を率いて、 多くの革命派を殺害した。翌年には新朝が滅び、中華民国が成立したが、東三世においては、長次達美がそのまま法典都督となり、旧勢力はオンズオンされた。蝶も革命勢力を鎮圧した功績により、中将陸軍師団長に昇進した。間もなく、長次達美は満州族で、真の維新という前歴から都督を辞任し、 しばらくして、縁の配下である、男子脇が東三省を創刊する地位につくが、多少出身であることから現地とのつながりは薄かった。一方、朝はすでに発言力を得つつあった、在地勢力の利益代表として影響力を強め、東三省での権益拡大を目論む日本とも、協力関係を取り付けた。この時期の朝は、表向きは縁に従っていたが、 蝶の力を恐れた縁は彼を使者区に任じている。1916年に縁が死去。これを後期と見た蝶は策略を用いて、団を失脚させ、法天将の支配権を獲得した。さらに勢力を広げ、1919年には、国流交渉、吉林省も含めた東三省前域を、勢力圏に置き、満州の覇者として君臨した。彼の率いる勢力は、 本拠地とした都市の名を取って法典派と呼ばれ、朝は満州王と呼ばれるほどの威勢を誇った。1919年の2月から9月、グリゴリー・セミオノフの配下ロマン・ウンゲルン・シュテルンベルクが、朝の元を訪れ、外モンゴルのボグド・ハーン政権樹立に関する会合の準備を行った。1925年の中国。肌色が法典派の支配地域新日政策。 その後東三省を足場に中国内地に勢力を伸ばし、1920年の安直戦争では総根の直霊派に味方する形で介入した。両軍は日本と西原亀さんの西原借還でつながりの深かった国務総理団気髄率いる安棋派の駆逐に成功。1921年12月、張作林は両氏の国務院総理就任を支援した。 1921年には、長総省を任用した。1922年1月、安直戦争の法送分配不均等と、親日的なことへの不満が原因で、両内閣が倒れ、同年4月、第一次、笹口じ戦争で、長作人の法典派は、後輩フラ直霊派に敗北し、でや、直霊派が政権を取得した。1921年の秋から冬にかけて、 シベリア出兵で敗北したロシア白軍が大量に東三世に脱出し、定住した。これを、朝総省が吸収し、方派内で有力軍人となった。笹草協定1924年5月、中華民国北洋政府とソ連両国は国交回復のための北京協定に調印した。その中で、中東鉄路の利権を確認した。 しかしこの同協定に不満を持つ東三世の長、作林政権は中華民国北洋政府とは別に9月20日に法典で調印したのがサグソ協定であった。この協定ではロシア帝国時代からソ連が権益を持つ中東鉄道の利権を再確認する内容で同鉄道の管理運営を取り決めたものであった。また1925年からは 中祖国境線の確定作業が始まったが、北伐を理由に翌年に中止された。1925年4月9日、ソ連側は越権行為となる第94号命令を行い、中華民国側の反発を招いた。この協定は1929年に、調作人の守護後継者となった失足の超学寮が協定違反を理由に、ソ連から 鉄道権益を実力回収を試みたため破棄された。1924年9月、公設戦争に介入する形で、第2次笹藤家戦争が勃発。10月23日、氷玉将らが北京政変を起こし、法天派と氷玉将軍は、ご配布率いる直霊軍を攻撃、直霊派は壊滅した。国境合作を成し遂げた。 国民革命軍も河北へ進撃し、孫文は北京に入るも1925年3月12日に病没、臨時失政、断基随が内閣を主催することになった。孫文の抑えが効かなくなった国民党内部で第一次国境が作策に対する不満が噴出し、内部崩壊してゆく。その状況下で8月20日、国民党内で 陽教左派の路線を取る両中外が暗殺され、その性的だった右派の子官民も暗殺の首謀者と疑われて失脚。11月23日、西山会議派が分裂。1926年3月20日、中山幹事件で、小解析が国民党内の中国共産党員弾圧を開始。一方、臨時総統の弾基罪を支えるべき、張作林も、 表玉省と対立しており、1926年3月18日、日本と欧米各国が、段気髄に表玉省の排除を要求し、段気髄が北京でこの要求に反発する民衆を弾圧した3.18、虐殺事件が起こった。1926年4月20日、段気髄とガトクヨが事件の責任を取り辞任。その後、中華民国の首相は、目粉縮。 政権交代した。1926年6月、講和会議に出席する、張作林、張宗省、ご配布小北省へ逃れていた、ご配布が、中央政界への復帰を図り、張作林や張宗省と連合して、兵玉省包囲網である、内赤貫根軍を組織し、北京進行した。1926年7月1日、ご配布は、 第一次北伐を開始した、小解析の国民政府軍に敗れ、四川省へと逃れた。内赤貫根軍に対抗するべく表局省も、法天派の各省令と連携した。11月23日、高加工72列車林閣民の兄で、中華民国臨時役法を制定したことで知られていた、林町民を、秘書長とし、長作林、要査改定の討伐を図り、自軍を、 東北国民軍に改組した。しかし、関東軍や吉田茂法天送領事らは、林長田ミ国民党勢力の背後にソ連と共産党の影響を感じ、張作林を支援して、東北国民軍を打倒させることを決定。各は、関東軍の支援を受けた、張作林の反撃に敗北し、処刑された。百二十六年十二月、蝶作林は、 北京で大元帥に就任し、自らが中華民国の主権者であることを宣言した。朝による北京のソ連大使館、創作1927年3月3日、過激化する共産思想を防ぐために国民革命軍と戦う意思を国内外に示し、3月6日に南軍総攻撃を指令した。しかし、3月21日に国民革命軍が南京。 上海を占領し、南京事件が発生した。欧米勢力の目にも、国民革命軍の背後に明らかに、ソ連が暗躍する姿が映り、国民革命軍を嫌って支持せず、朝に、好意的な姿勢を取るようになった。朝も、日本よりも欧米勢力に追随する風を見捨てた。3月に起こった南京事件の北京への波及を、恐れた列強は、南京事件の背後に、 中国共産党とソ連の策動があるとして、日英米仏など7カ国外交団が厳重かつ、しかるべき措置を取ることを暗黒軍総司令部に勧告した。その結果、同年4月6日、北京のソ連大使館館舎を法天軍が家宅捜索し、ロシア人、中国人80名以上を検挙、武器及び宣伝ベラ多数などを押収した。これは、 法典にも国民党軍からの共産主義者が浸透し、それによる満州の共産化運動を防ぐための処置でもあった。長がソ連大使館関社を固く捜索したことについては、日本を含む列強各国から事前に国際法上の問題がないことの承認を得ていた。また、南京事件は共産主義者が起こしたとされ、各国の共産主義に対する警戒心は高まっていた。 ソ連大使館捜索の影響4月10日、ソ連大使が本国に召喚され、ソ連と中国の国交は断絶した。一方、ソ連はバリに圧力をかけるために、モンゴルに大砲、弾薬、毒ガス、航空機を集中させている。北京のソ連大使館捜索によって、中華民国に反する活動をしていた共産党員は、軍法会議にかけられ、 北京大学教授理大将らは処刑された。ソ連大使館で押収された書類には、北京において工作活動、あるいは暴力に訴えるための4120名に、及ぶ宣伝部員等の名簿やイギリス、フランス、日本に対する反抗的作動を目的とする委員会の調印文書など共産化の陰謀を示すものがあり、その内容はイギリス会員においても、 チェンバレン外相から発表され、さらに、イギリス国内では、アルコス事件が起き、イギリスとソ連との国交は5月27日、断絶している。朝のソ連大使館捜索に続き、4月12日には、蒋介石が、上海クーデターを起こした。1928年4月、蒋介石は改めて国民革命軍を改編し、北伐を開始した。この時は、 他の軍閥勢力である、協力省、炎尺山なども自らの勢力下に加え、万全な体制をとっていた。蝶は防戦するが、欧米からの支持を失った。日本政府も蝶を扱い兼ねており、三島出兵によって、災難で、蝶海石群と衝突するものの、蝶海石から山海間伊藤には進攻しないとの現地を取ると、蝶を積極的には支持しなくなった。 同年6月4日、国民革命軍との戦争に敗れた朝はついに北京を脱出した。当時の日本の首相、田中義一はなおも、朝の利用価値を認め、東三省で再起させることを考えていたが、すでに満州国の建国計画を進めていた関東軍は、朝の東三省復帰を望まなかった。1928年6月4日、早朝に、 北京を引き上げ、自らの根拠地である法典へ向かった。同日午半に法典近くのスメラ州を止めた室駅を、通過、新陽駅途中の鉄橋下で乗車中の列車が爆発し、渋滞となる。町は自動車で指定に担ぎ込まれたが、間もなく死亡した。この町作林爆殺事件は、当初から関東軍の参謀、川本大作大佐の策略であるとの説が有力で、 あり、第二次世界大戦終結後に明らかにされた、いくつもの証拠により現在では、通説となっているが、多説も多い。小川平吉鉄道大臣が、事件の後始末にあたり、外務省、陸軍省、関東庁の特別調査委員会によって、事件の概要が判明し、また現地に派遣された、峰憲兵司令官の調査により、事件が、 川本大作大佐の指揮により行われたことが判明。日本政府は責任を取りた中吉和は総理大臣を辞職した。なお、小川自身、川本から直接事件についての告白を聞いている。一方で、ロシアの歴史作家、ドミトリー・プロホロフにより、スターリンの命令に基づいて、ナウム・エーティンゴンが計画し、日本軍の仕業に見せかけたものだとする説も存在している。 法典群閥等の共同調査では、事件後に集めた破片や残骸から、爆弾はロシア製と判断されている町の支配地域は、長南、長学寮が継承した。彼は国民政府と結び、さらにアメリカなどと共同して、満鉄の利権回復に乗り出した。また、父から引き継いだ爆寮のうち、日本と近い関係にある、洋酒井テーラを粛清した。 1931年に満州事変が勃発、日本軍は東三省全土を制圧し、超学寮を同地から追放した。超学寮に粛清されなかった軍人や、現地有力者出身の幕僚層の多くは、日本の利権と結びつきを持っており、引き続き、日本に従い、翌年の満州国成立後は養殖に就任することとなった。根拠地を失った。 長学寮は国民党政府に非合を求めた。東京朝日新聞1927年4月7日付長官 F 番2面ソ連は義和団の乱後に調印された北京議定書を破棄していたので中国側の捜査を拒むことができないとされた。東京朝日新聞1927年3月29日付長官 F 番2面 東京朝日新聞1927年4月11日付長官、E 番、2面。東京朝日新聞1927年4月13日付有官、B 番、1面ソビート連邦の諸外国との外交関係樹立の日付2005年に翻訳が出版された、ユンチアン、魔を誰も知らなかった、毛沢東の中で簡単に紹介されていたことから、ジャーナリズム上でも取り上げられた。 タイムズ市1928年6月6日16名。ありがとうございます。